こけちゃって、ちょっと見てあげてください。あら、またずれ動いちゃったかな。緊張したらしゃっくりが止まらなくなる。絶対無理。シンが歌
歌えばいいじゃん。いや俺も無理。あのさ提案があるんだけど。お前歌えるっけ。いやいやいや違う、俺じゃなくてライムが歌ったらいいと思うよ。歌うまいしさ。え、なんで知ってんの。いや実はさ、あいつとは幼馴染でさ、よく歌を聴かせてくれてて、それがさ、めっちゃうまいんだよ。委員長、歌って。歌うまいんでしょ。ライム、歌ってよ。いやいや、私は無理だよ。お母さんに歌を反対されてるし、絶対許してもらえない。だから私にはできない。それってさ、もちろんお母さんはライムのことを考えて言ってくれとると思うよ。ライムなら絶対に両立できるって。毎日誰よりも早く来て勉強やってるのも知ってるし、両方頑張るっていうのじゃダメなのかな。小さい時はずっと歌手になりたいって言ってたじゃん。歌歌ってた時すっごい輝いてたし、そんなライムを見るのが好きだったし、頑張れよ。そうだよ、瑞希が書いた声もライムに歌ってほしい。実はね、ライムを見てて浮かんだポエムなんだよ。院長お願い、歌って。ほら、歌ってみなよ。そうさ、眩しい未来への船で任せたよ。じゃあ頑張ってみる。そうと決まったらラストスパート。明日の練習も頑張ろう。みんな下校時間ですよ。先生バイバイ。教頭先生さようならね。みんなすごく頑張ってるわ。素晴らしい。でも理事長、もう伝えたんですか。生徒たちにあのことは伝えないといけないのよね。残念なことに中止になりました。先生、どうしてですか。いきなり中止って。市民祭の会場が老朽化で建て直しをすることに決まってしまって、みんなの頑張りを知ってるからこそ本当に残念です。保護者の皆さんにも連絡をしないといけないので、山本先生すみませんが、ホームルームをお任せします。先生、どうしてもですか。大
やれって言ったり、もうしなくていいって言ったり。みずき、もう決まったんだから仕方ないじゃん。あんたは悔しくないの？悔しいよ。でも、落ち込んでても仕方ないじゃん。市民祭はできないんだからさ。こんなに頑張ったのに。もういい、帰る。私も。おい、ちょっと待ってよ。あ、みんな。夢と現実の葛藤、ヨシオ&ララナンバー。君がたとえ涙を流しても心が thank you.